女の子が泣いてしまう理由説明します。女の子が泣いているときは悲しいからよりもムカつきすぎてどうしたらいいのかわからなかったり、自分への言い返せない悔しさや情けなさ、相手への怒りなどいろいろな感情が込み合って耐えられず泣いてしまっているんです。あと女は泣けば許されると思ってるとか言う男いるけど、女の子は泣けば許されるなんて1ミリも思っていなくて、ムカつきすぎて今にでも発動したいけどそれをこらえて耐えきれなくて涙が出てしまいます。なので女の子が泣いてしまったら面倒くさがったりでかい声を出して言いまかしたりせず、なぜ泣いているのかを女の子は言葉にできないことがあるので聞いて解決してあげましょう。終わり。あと TikTok ライブができるようになりました。ありがとうございます、ありがとうございます。今週中にやるのでフォローよろしくお願いします。じゃあね。女の子って怒りを超えると最終的に涙出てきません？最初はうざすぎてムカついて怒るけど、それが伝わらないとなんかイラつきすぎて涙出ますよね。怒ったことが伝わらないのにも腹が立つし、うまく言葉にまとめられない自分にもムカつくし、なんでこいつ切れてんのみたいな、理解してくれないのとかもうざいし、もういろんな感情が混ざって自分でもわかんないけど悔しくて涙出てきますよね。しかもそれをうわ泣けばいいと思ってるこいつだるみたいな態度取られると涙超えてなんかもう無になりますよね。本当に女子がムカついてるときは涙は無言じゃない？こうなったら終わり。今まで女関係にうるさかった彼女が女と遊びに行っても何も言わなくなった理由説明します。それは優しくなったわけじゃなく、何も言わなくなったり嫉妬しなくなった時にはこっちはもう冷めてる、どうせ行っても行くから無駄、なら自分が我慢した方がいい、友達だから大丈夫やとか、こっちはお前の友達見たことも性格も知らねえんだよ、全然信用ならん、てか友達が一番怖えんだよ、勝手にしろ、多分こんなこと思ってると思います。おり。女の子って結局安心感が欲しいだけじゃない？彼氏がいる時に女の子が病む理由って大半が不安からじゃない？例えば女絡み、女友達とかと遊んでるとか、 LINE の返信遅いとか、遊んでくれないとかの不安から病まない。その不安がなければ女の子だってほとんど病むことないよね。終わり。女子って我慢するの得意だけど、我慢を超えるとおかしいくらいぶち切れますよね。女子って男より痛みやストレスに強いじゃん。だから割と同じ嫌なことされても 2,3 回は我慢できるじゃん。けどそれを1回2回10回と、女子が怒らないからって嫌がることを繰り返してると、その不満がたまりにたまって発狂するときない？けど男子はなんでお前キレてんのって思ったり言ったりするかもしれないけど、不満がたまって爆発しただけなんです。女子の怒りは大抵昔から始まってるよ。終わり。女の子って共感してほしいだけの時ない？女の子が男子に愚痴を言ってる時って大抵共感してほしいだけの時じゃない？それなのにお前が悪いんだよとか説教垂れてきたり、こうした方がいいとかガチアドバイス来ると、え、そんなガチレス求めてないんだけどって時ない？本当に共感してほしい時はアドバイスちょうだいって一言言うし、8割の愚痴は共感して聞いてもらってるだけでいいよね。終わり。実際さ、好きなものや趣味が合うってことそんなに重要じゃなくない？それより嫌なことが一つろうが重要じゃない？例えば女がたくさんいる飲み会嫌だよねとか、異性と2人きりで遊ぶとか DM するのは嫌だよねとかの嫌な感覚が同じ方が良くない？好きなものとか趣味がめちゃくちゃあったとしても、相手がめちゃくちゃ異性絡み激しいタイプだったらめちゃくちゃきつくない？だからやられて嫌なことが合うタイプの方が長続きするよね。終わり。